カナダ C-102 ジェットライナーは、カナダの航空機メーカーアブロカナダ社が試作した短距離用ジェット旅客機。アメリカ大陸発、世界でも2番目に飛行したジェット旅客機だったが、原型1機のみで量産されなかった。1946年にトランスカナダ航空が提起した1200メートル滑走路から発着可能な36隻級の短・中距離ジェット機案に対し、 こうしたアブロカナダ社がカナダ政府の支援を受け主任技師のジェームス・シー・フロイドらによって英本社の前作チューダーをもとに設計されたのが本機である第二次世界大戦中にドイツが宣弁をつけた交代翼の研究成果がイギリスやカナダには伝わっていなかったこともあり従来式の直線翼を用いエンジンを主翼に追加する形を取ったため従来のレシプロ機と比較して パワーソース以外に大きな変化はなく、有足性も明確なものではなかったが、乗員の快適性が大幅に向上することが期待された。当初計画では、ロールスロイス社の、A、ボン軸流式ターボジェットエンジンの創発を予定していたが、当時のイギリスでは、アトリー労働党政権がロールスロイス議員をソ連に供与したことがスキャンダル化しており、民間旅客機用とはいえ開発中の 最新エンジンの機密流出に神経を尖らせていた。A 本ボン自体の開発も難航していたため、1947年秋に同じロールスロイス製で実績豊かな延伸式のダーウェントマーク V の4発に変更された。4発化によって、A 本ボン総発案より合計推力で上回ったが、トゥはエンジン数が増えた分コストが上昇するとして発注をキャンセルしたため、 アブロカナダは自力開発を余儀なくされた。同時期にイギリスで開発が進められていたデハビランドコメット旅客機が主に大西洋横断路線など長距離路線就行を目標にしていたのに対し、本機のような短中距離機でもアメリカ合衆国の東海岸の都市を結ぶ路線に適しているとの目論みがあり、また大富豪ハワード・ヒューズからも仮発注を受けたことから、 開発は続行された。原型機はコメットの初飛行から13日後の1949年8月10日にトロントで初飛行した。改造機を除けば世界で2番目のジェット旅客機であり、この段階で A、海外の各社では計画段階に止まっていた。8月16日の2回目の試験飛行で降着装置が故障して、 胴体着陸したが、修復して10月5日に初の公開飛行を実施した。翌1950年4月11日にトロントとオタワ間を36分で飛んだのに続き、トロントからニューヨーク間を世界初のジェット機による航空郵便運搬を行い、58分の記録を樹立しマンハッタンの大通りで乗務員は歓迎された。しかし当時、 ダグラス DC-3 や DC-4 などの対戦中の余剰機が安価で軍から大量に放出され貨物需要を満たしており高速ながら航続距離が短く客室予圧装置も不十分でしかも極めて高価な心臓機では販売の見通しが薄いこと冷戦勃発により同社で並行開発中の全天候ジェット戦闘機 CF-100 の 実践化が急がれたことなどの要因から、カナダ政府から1951年12月に計画中止が命じられ、原型2号機の製造もキャンセルされた。1953年に試作機を借用したハワード・ヒューズは、カリフォルニア州カルバーシティで、自らジェットライナーの操縦艦を握り、その高速性と静粛性に魅了され、自分が実質的オーナーであった。 トランスワールド航空の花形路線であるニューヨークとフローリダ飛還地の間の所要時間を大幅に短縮するため、まず30機を発注して付金を支払った。これにより計画再開が真剣に検討されたが、CF-100 の遅延を懸念するカナダ政府の横槍で頓挫した。諦めないヒューズは自国の航空機メーカー各社にジェットライナーのライセンス生産を持ちかけ、 それも失敗に終わった後は、さらに高速な旅客機の開発を打診した。これが後にコンベア880として具現化する。1955年に、トゥカはターブプロップのビッカースバイカウントを、北米初のタービンエンジン推進旅客として、就航させたため、前年コメットをフェリー飛行中の事故で喪失していたカナダ。 太平洋航空は、トゥカに手柄を奪われる形になった。トゥカのバイカウントは1974年まで運用された。ジェットライナーは、車内で各種試験に用いられた後に退役し、1956年12月10日にカナダ国立研究機構に寄贈されたが、収納スペース不足からコックピットを含む機種だけを保存することになり、同年12月13日にスクラップにされた。 その結果、オタワにあるカナダ航空博物館には同期の機種だけが展示されている。ジェットライナーに搭載されたダーウェントマーク17エンジン。ありがとうございます。